第1課、香港健太チャンネル、健太です。おはようございます。では今日も早速やっていきましょう。さて、本日は7月9日金曜日です。現在時刻6時54分です。本日最高気温33度、最低気温27度で晴れです。本日は湿度が高く、体感温度は2度3度高くなると思われます。以上、天気予報でした。次にコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は3名でした。国内感染者0名、国外からの入国者3名です。死者は0名でした。国外からの入国者はロシア、フィリピン、イギリスからの入国者だったようです。うち2名が変異株っていうんですかね、の感染でした。香港は一応国内感染者31日間0でした。以上、コロナ感染者数です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。ワクチンを1回以上接種している人が247万3865人、人口の約 33% でした。必要回数のワクチンを接種完了している人が166万9487人、人口の約 22.2% でした。どんどん増えてますね。グラフがどんどんこう伸びていってるのが見える、そんな感じですね。以上、ワクチンの接種者の数でした。またワクチンを接種2回以上受けると香港ではラッキードローに参加できるということで、ラッキードローの、抽選のリンクを概要欄に貼っておくので、もし興味のある方は抽選してみるといいと思います。当たれば最高ですね。また5000ドルの、政府の支援プログラムもありますので、そちらも合わせて概要欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はご確認ください。以上、コロナニュースでした。さあ、本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時27分です。ビットコインの価格は32,855ドル57セントでした。では次に、ここ24時間での値動き、最高と最低を見ていきたいと思います。最高価格が 33,900 トンで6ドル38セントでした。時刻にして昨日の朝7時54分ですね。7月4日7時54分が最高価格でした。次に最低価格やっていきたいと思います。最低価格が 32,290ドル78セントでした。時刻にして、昨日昨晩の19時09分ですね、この時が最低価格をつけてた時間帯でしたね。まあどうだろう、ちょっとまた昨日と比べると落ちてきてるなという感じですかね。まあでも全然まだまだ、上がりそうな雰囲気があるので楽しみに見ていきたいと思います。以上、ビットコインの価格でした。私のマイニングの話ですが、まだちょっと修理中なのでもう少々お待ちください。お楽しみしていただいている方は申し訳ありません。必ず復活させますのでよろしくお願いします。さあ、昨日はね、結構楽しいイベントだった。まあやる前はねちょっとね考えて、まあどうだろうって思ってたんですけど、いや昨日すごい楽しかったですね。トークイベント、学生時代のことをね知っている日本人の人とこう香港について話すってね、非常に、いや面白かったですね。覚えてなかったことも結構思い出したりとか、まあ知らなかったこと自体はそんなになかったんですけどね、やっぱまあみんな似たような生活のリズムだったのかなみたいな。 あとよくね年寄りの人が、いや昔は良かった、昔はこうだったみたいな話をね、よく聞くんですけど、まあ私自身そういう話し方をする人あんま好きじゃないんですが、昔は良かったとかね、昔はどうのこうのって言われても、まあ今の見つめないといけないじゃないかって思うんですが、いや昨日は、いや私も昔は良かったなと言ってしまったので、あ、やっぱ年とともにそういう風になってくるのかなと思います。まあそれで言うとね、昔もうちょっと若い時期の体はもうちょっと若くて動きやすかった。まあ別に今もね自分は若いと思ってるんですけど、話してるのってな、確か10代とかね、それぐらいの話なので、まあそうですよね、体の自由はもうちょっと動きがキビキビしていて体力もあって、そうですね、楽しかった時代もあったんだろうな、だから昔は良かったって思える、まあ、そんなのもあるのかなとも思うし、まあ、昔実際にね日本人すごい数いたんですよ。今とは比べ物にならないぐらいですね、日本人が香港に住んでたんですね。
まあ、日本の景気があんまり良くなくなってきてというよりは日本の、経済の成長が、ね、止まってしまって、でどんどん、日本から見たら香港はすごく高い国に変わってしまったので、日本人はどんどん減っていってしまったんですが、まあ、日本人を、ね、よく思ってない人もいっぱいいたと思うんですが、まあ、日本人が多かったというのと、日本人がやっぱりお金を落としていくということでね、非常にこう香港が成長した時期でもあったと思うので、まあ、いろいろとこう歴史、私もちゃんと勉強してるわけじゃないので、香港すごくこう活気があった時代、だいぶ昔の話なんでねもしね、まあ、興味ある人はあんまりいないかもしれないですけど、78年、私が78年生まれで、もやしさんが75年生まれで、スラング先生が73年生まれだったと思うので、まあ、この辺の生まれの人たちで香港で、小学校中学校を出たことある人はね、ぜひ昨日の動画を見てみたら面白いんじゃないかなと思います。いや、ぜひ見てもし、しいなと思いますということで、オフィスもそろそろ着きそうなので、本日ここまでとさせていただこうと思います。それではちょいきん、またね、バイバーイ。